瞬間をショップチャンネル。です。ここから10分間お届けをしてまいります。今日はですね、久しぶりに来ました三本です。よろしくお願いいたします。もうすぐ秋市イベントショップチャンネル予定をしておりますので、今週の投稿テーマが間もなく秋市、気になる商品を教えてくださいということでお届けをしておりますので、早速行ってみようと思います。アップルティー様ありがとうございます。ADMJ のバッグが気になりますねと。高額商品なので、いつもこれが最後、これが最後と思い購入します。でも新しい商品がオンエアされるとついつい気になってしまい、思わずゲットしちゃいます。今日この頃笑いということで、ありがとうございます。もうガイド誌もね出ておりますから、あ、 ADMJ 表紙かなっていう感じですね。いや、もう何が欲しいかなって、私ももう欲しいものいろいろ丸つけてますけどもね、ありがとうございます。ステッカーお届けします。ステッカーこう集めてくださってる方とかも結構溜まってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、では行きましょう。続いて、よいしょ、メープル様ありがとうございます。ほうじ茶ですと。家族が水筒を持つので、今年の夏も毎日ほうじ茶沸かしていますと。ほうじ茶の残りが少なくなったので、茶葉をちびちび使っていたら、家族に最近ほうじ茶薄くないって言われてしまいましたと。わかります。ちょっとね、味濃さね変わっちゃいますからね。秋市の放送、首を長くして待っていますと。お待たせをいたしました。ものすごいね、ドドンと、多分ほうじ茶ものすごいセット内容がすごい容量、かなりボリューミーにお届けするので、もう濃ゆく出していただくことできるかと思いますので、もうちょっとだよってご家族にお伝えくださいます。ありがとうございます。では行きましょう。そう、私もね何買おうかななんて思ってたんですけど、あ、レオ様ありがとうございます。秋市牛タンシチュー、これ結構もう秋市といえば牛タンっていう風に、ね、なってますので、待ちわびています。ありがとうございます。義理のお両親様と仙台を旅行した際に牛タンを食べて、お父様が大好きになったと。でその後体調を崩したお父様が今でも食べたがっていてということで、とても楽しみにしています。まとめ買いをして、岐阜がもう楽しい思い出を胸にいつでも食べられるように送りたいと思っていますと。いいですね、やっぱり美味しいものを食べて元気にっていうところで、皆さんね共通の話題で、やっぱ食はね豊かにしてくれますから、楽しみにお待ちください。ありがとうございます。では行きましょう。今いろいろメッセージなんかもね、もう届くようになってるって伺いましたから、今なんか投稿テーマ以外のねメッセージもお届けしていただけるそうな、それもね待ってます。マリさんありがとうございます。今日久々なので名前も出していただいてありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。マリ様、チェルカーレのペンダントが気になります。我が家にはトイプードルの母と娘がいます。コインペンダントはよくありますが、トイプードルのデザインは珍しいです。必ず購入しようと決めています。ありがとうございます。確かガイド誌、あ、載ってました。確かにショップチャンネルでご紹介する中でも結構図柄、猫ちゃんとか、あとクマちゃんとかですね、動物系でいくとワンちゃんで、ワンちゃん犬種によって結構ね種類もできると思うんですが、今回トイプードル、これはもう買わずにはいられないと。もうトイプードルファンの皆様ぜひおすすめでございます。ありがとうございます。そして行きましょう。くるみの木様ありがとうございます。介護のこと、家事のこと、仕事のことを忘れて没頭できるショップチャンネルの時間が大好きです。ありがとうございます。全部欲しくなって迷ってしまう。それに一人でちょっと寂しい時はキャストにツッコミを入れながらご飯食べてますと。私だけでしょうか、24時間元気がもらえる番組ですねと。ありがとうございます。わかります。私もこう産休でお仕事こう休んでた時にですね、夜中とかやっぱ目が覚めちゃうんですよね。その時にショップチャンネルつけて、あ、頑張ってるななんて思いながら、やっぱりその時も私もツッコミを入れておりました。おいおいって言いながらやりますよね。楽しみ方の一つですかね。ありがとうございます。あ、そして初
初めましてと、すずらん様初めまして、ありがとうございます。ショートカットお似合い、 ありがとうございます。しかも切ったばっかりです。いつもすごい短いんですけど、さらにまた短くなってます。ありがとうございます。あゆっち様、久しぶりのターン。そうなん、雰囲気違う、ありがとうございます。今切りたてなので髪がより短くなっております。私ね、自分で切っちゃったりもするので、結構長さが微妙に変わっております。ありがとうございます。はい、あ、もう一個来ました。あ、ヤスリン様、牛タンシチュー食べたいです。食べたいですね。しかももう秋ってなってくると、ちょっと肌寒く、まだ暑いですけどね、牛タンシチュー美味しいですよね。ぜひ楽しみにお待ちください。ありがとうございます。まだ行きましょう。たくさんご紹介してまいりましょうかね。はい、あ、ローズピンク様、ありがとうございます。7種の厳選素材つみれです。魚類のお出汁がジュワーっと出てきて、マジ美味しいですよと。レンチンよし、お鍋に入れてよし、またお味噌汁に入れるとますます美味しくなります。最高と。主人ともども楽しみですと。これ結構レアじゃないですか。あ、すごい、こだわりの海鮮を贅沢に使用、ふんわり食感が楽しめる海鮮つみれとありますね。なんか美味しそうですね。なんか鍋とか入れたい感じですね。いや、美味しそう。これちょっと気になります。ローズピンク様、ありがとうございます。では、なんか美味しいものいっぱい出てきそうなんですね、秋一。はい、白熊様、ありがとうございます。あ、美味しいものといえばのイベントの時はピッツァですかね。 MCJ のピッツァ、薄焼きで生地がサクサク、チーズトロトロ、サイズ感も抜群、一人でペロリと食べられる、もう味変で生卵も絡めて食べると絶品ですよ。薄いので隙間収納できて、これはまた便利、ポチリ確定、僕の休日の最高のブランチ、ありがとうございます。なんかもうすごいですね。なんかこう言葉のチョイスから、もういいところ全部ここに凝縮してくださって、白熊様ありがとうございます。今もう勉強してきました。何が出てくるか、味なんかもね、特別な味がいろいろ出てきますので、特別なセットをお楽しみということで、ありがとうございます。さあ、そして、あ、今ダニトリーゼ、あの、私ダニトリーゼ買おうと思ってますとか言っても、全然関係ないこと話しちゃいました。あ、ここね、あの、皆さん、私出演の時間も担当します。あ、そしてジャスミン様、ありがとうございます。可愛い&クールなイメージ、あ、なんてお優しいです、ありがとうございます。私もチェルカーレのペンダントをチェックと。チェルカーレ人気ですね。そう、今ね、金河っていうところありますし、やっぱり図柄ですよね。コインペンダントトップはやっぱり図柄でこれだって思った時はもうタイミングですね。出会いなので、楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございます。では、まだまだいけそうですかね。もう一個いけるかも。はい、あかり様、ありがとうございます。ダンスウィズビジューのルーペミラーです。前回初めて購入してよかったので、新しい色柄のものがガイド誌に載っているので、友人へのプレゼントにもいいかもと気になっています。あ、素敵、これも結構レアな感じじゃないですか。あ、秋一、なんかおなじみのものだったりとか、あとこういうレアなアイテムも出てきたりしますので、どの時間見ても楽しめると思います。ありがとうございます。そしてお知らせもありますので、こちらです。はい、お得になるというお知らせになりますが、本日28日から30日までの期間中ですね、ショップチャンネル大阪店、会計時にお茶見てきたよというキーワードをお伝えいただきますと、アウトレット 10% オフキャンペーン実施しております。お茶、ショップチャンネル大阪でのお買い物の時はですね、ぜひお茶見てきたよをお忘れなく。そして明日の担当キャストは、あ、復帰した、あ、青戸さんですね。はい、こちらもちょっと楽しみにということで、もうね、先ほどから後ろで準備してるんです。このセットになって私担当するの初めて、結構ずっと来てなかったですね。こう透けて向こうの状況が見えてるんですよ。あ、同じくショートカットの、あ、笑顔の過去キャスト映ってますけど、いい香りしてます。フレグランス系のアイテムが出てくるみたいですので、ぜひ、あ、楽しみにご覧ください。ありがとうございます。手で触れて肌で感じる、その国ならではのこだわりと世界観、世界各国で愛される